愛媛 CATV、 愛媛のお得な情報満載、大人ライフマガジンお得。戸部町大南の坂村新民記念館で12周年記念特別展、新民さんの生き方、できるだけ嬉しい歌を作ろうが開催されています。この展覧会では坂村新民の歌を墨で書いた作品や新民の愛用品15点など合わせて73点が展示されています。新民さんの生き方とは、ささやかな生活の中に小さな幸せを見つけ、どんなに辛い悲しいことに出会ってもそれを嘆くことなく前に向かって生きることでした。また新民さんは生きることに悩みながら、いつも自分に向かってこの生き方でいいのか、まだまだいかんと自問自答しながら自分の生き方を模索し、その答えとして詩を書いてきました。その中には自分を厳しく戒める詩とともに、いつも自分を励まし前に向かって生きることを歌った詩が書かれているのです。今回の特別展では、そうした新民さんの前向きに生きる生き方を歌った詩を集め、来館された皆さんが少しでも前向きに生きていこうと思える展示構成にしています。さらに本邦初公開のスペシャル展示として、新民さんが常に身の回りに置いてその生き方を支えていた新民さんの愛用品を展示しています。自分の本当にこう身近に置いて、こう自分を勇気づけるようなものというのは展示したことがないんですね。ですから今回、初公開です。まだまだ今その世の中っていうのは生きづらいところがあると思います。まあ、新民も辛い気持ちや悲しい気持ちの中で詩を書いてきたんですけども、でもその詩の中にはいつもその前向きに生きていこうという、そういうメッセージが入ってるんですね。ですからそういう詩を読んで、少しでも私も少し頑張って見ようかなという気持ちになってもらえる、そういうような展示にしています。今回その初公開をする茜地蔵といいまして、人民がこう見て、あ、自分がですね、その朝鮮時代に亡くした夫婦の長女を、その茜ちゃんという名前をつけて、その子を大事にするように、このお地蔵さんをずっと亡くなるまでですね、夫婦で大事にして、本当に親身はこう身近に置いていたものなんですね。京都に行った時に落焼きの茶碗を見つけまして、その茜色の茶碗だったんですね。でそれがまあすぐ親身はそれを気に入って買って、でこれも大事に大事にしていた、その茶碗なんですね。坂村新民記念館は戸部町大南の戸部焼伝統産業会館のすぐ近くにあります。6月30日まで特別展、新民さんの生き方、できるだけ嬉しい歌を作ろうを開催しております。皆さんの心に生きる希望と勇気が湧き起こり、皆さんが嬉しい歌を作れるようになることを願った新民詩を展示していますので、どうぞ記念館にお出かけください。